プロレーサーそして MSTV ナビゲーターの丸山ひろしです、はい、はい、よろしくお願いします。はい、本日はディズニーのつくばサーキットコース2000の走行会に練習に来ております。うん、そうですね、もうグリーンカップ最終戦近いですね、はい、ちょうど1ヶ月半ぐらいですかね、うん、少しでもね、たくさん練習しておきたいなということで、ということで今日はね、もう約1年近くぶりの、ね、2000ということで、すごい気合を入れてきたのに、もうちょっとこのあいにくの天気ではあるんですが、はいはい、まあ、自分のね、マシン、最近、鈴鹿のレースが終わってから、ちょっと街乗り普通にね、ツーリングでも使ったし、街中の移動でも使ってたんですけど、今日は、まあ、ミラーとか外して、はい、サーキットをこれで走ります。はい、タイヤがね、OEM 指定のレギュレーションなので、まあ、今日の練習もウェット、レインとか履かずに、このまま走るので、そうだね、ちょっと、まあ、無理せず。そうだね、無理せず、でも例えばグリーンカップで雨が降っちゃったら同じように無理せずっていう雰囲気をやらなきゃいけないんで、どのぐらいが無理せずっていうのをね、体感するためにもいいかもしれないね。確かに、はい、経験値を増すためにっていう形で、はい、本当に転ばないでほしいな、はい、大丈夫か小鳥ちゃんは。いやー、でも結構逆にビビりすぎて、うん、ね、モテたいの時は予選雨降ったらビビりすぎて、うん、ちょっとあんまりだったんで、まあ、そこの見極めをちょっと頑張っていきたいなと思います。はい、はい、ということで今日は、ディズニー走行会の中で楽しく走っていきたいと思いますので、その様子をどうぞどうぞ。中の練習、はい、少しはためになりましたか？なりました。うん、どんなところ？まあ、滑る時の感覚はドライよりも全然掴めるので、うん、ドライで滑った時結構もう終わり、はい、そうなのよ、実は雨の方が、はい、滑らせながら走るっていうことができるようになる練習なんで、本当雨の練習ってすごい大事なんだけど、みんなね、雨になるとまあそれはそうさ、だけど丁寧に運転してれば本当は大丈夫なんだけどね。だからドライで全然グリップしたまんま走ってるってことはまだ限界を全然掴んでないけど、雨は意外と限界付近で走れるから、本当に速い人と遅い人の差がすごいつく、うん、まあ、どちらにしろ限界超えたら転ぶのは同じなんでね。滑ってるんでしょ。リアからです、うん、ね、リアから滑らせながら実はグリップ感って探ってんだよ。雨の中どこまで寝かせたらいいのかなっていうのをコーナー速度で寝かしながらグリップ失うかどうかってやってると、フロントが失うかもしれないじゃん。だったらね、コーナーの進入でいつもドライで走ってるより一つね落とすの、もう一つ落とす、エンブレを強く。そうするとリアがエンジンブレーキで引っ張ってくれる、あの感覚がグリップしてるかどうかを感覚で掴むのよ。あ、
だから全然グリップしないしてないとエンブレかけてんのにツルツルツルって感じなんだけど、やっぱグリップ力上がってくるとすごいしっかり引っ張られるのよリアから。でエンジンブレーキ使いながらマシンを少しずつ寝かしていくとリアから滑るのよ。だフロントを滑らせないようにするにはリアから滑らせるんで、結局エンジンブレーキ使ってる時に寝かしていくとリアから横にツルツルツルって滑ってくる感覚をつかむと、あ、雨の中雨の量でどのぐらい寝かしたらいいんだろうって初めて知ることができるので、雨の量によってね、なんていうのかな、コーナーにゆっくり入ってってオートバイを寝かしてグリップ感確かめようっていうのはないない、それはない。エンジンブレーキでグリップ感を確かめてく、まあ、で寝かして、そうそうそう。でもね、全く起きてると、グリップしてんだかどうだか分かんないから、ちょっと寝かしてるところでエンジンブレーキかけるのよ。まあ、起きてる状態でもエンジンブレーキがちゃんとさっきより強くなったら、まあ、ちょっと最悪そうそう始めたなって分かるんですけど、うん、ただ1本目みたいにザー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 雨降ってる中だと、あのエンブレもあんまりかからない程度の速度を回転数まで落としてからブレーキをして、回転数が落ちてダウンダウンってするから、あんまり確かに感じなかったけど、そうね、雨の日の最初のね、あのスタートしてタイヤが全く温まってない時に、タイヤ温まるまでにあのストレートでリアブレーキ思いっきり踏むで、 ABS がついてるからロックはしないんだけど、なんかねもう踏んでる感じが全くない。 ABS 効いてんだか効いてないんだかっていうと、これはもうあれ全然なんだ、タイヤがグリップしてないってことね。でだんだんタイヤ温まってくるとリアブレーキ思いっきり踏むとリアからグググググって引っ張られる感じが出てくるんで、こうするとタイヤが温まったって感じがあるんで、リアをねとにかく使う、雨の日はリアタイヤを。確かにリアブレーキ、タイヤってあんま使うことないけど、なんかこういう探りとかっていうとフロントでやるにはちょっとショックが多いから、ショックが多いっていうか、やっぱフロントをグリップ失わせるわけにはいかないんで、もうリアで行くって感じかな。うん。そうね。ハーフウェットって一番難しいですよね。なんかそのドライのように加速していきたいけど、そうすることも難しい。でもそれにビビってると全然タイム出ないし、ちょっとそこでもまた探りながら、そこまで、ね、路面によってグリップの状況がコロコロ変わるんで、ちょっとそれをリアのブレーキ、リアタイヤも使いながら、はい、そうですね。はい、絶対転ばないライティックシリーズとして、雨の日転ばないためにはリアタイヤのグリップ力をつかむためにエンジンブレーキとかリアブレーキを使って先にグリップ感を確かめちゃう、絶対フロントで確かめないっていうね。そうするとね、もっともっと寝かせられるようになっちゃう。これも怖いけど、でも、はい、ただいまの期間中15分となりました。はい、そうそうそう、それでいい、それでいい、それだけでも決勝みんなより早く走れる経験値だから、これは。はいはい、頑張ってね。はい、お疲れさん。お疲れ様でした。はい、練習になった。なりました。うん。雨だったけど最初ね。はい。ね、雨だからって走んないっていうのはないな。だから偉いよ。だから雨でも、でも本当はね、撮影だから仕方がないから走るっていう感じだったんじゃないの？サポーターに、来たんだから走れって言われたから。そうそうそう。でも結果良かったでしょ？雨だから今日やめとこうかなってならなくて、雨でも絶対にとりあえずコースインはする。それで今日はダメだって思うのは仕方がないかもしれないけど、やっぱね、雨でもあ、いけるいけるっていうところを見つけないと、雨イコール走んないっていうのはないのよ。雨で必ず走りに行って、そこで
調子いいか悪いか、でも行ける行けるっていうのがだんだん分かってくると雨が怖くなくなるから。あーでもそれはあるかもしれないです。で雨に対しての恐怖心は多分普通の人よりはそんなないかなって自分でも思いました、うん、意外と雨でもまあ気をつけて雨走行しようかなみたいなぐらい。そう、雨イコール走らないって言ってる人はね、全然雨は早くってかね走れなくなっちゃうけど、雨でも必ず降水はする。で、あまりにも全然タイヤグリップしないなと思ったら無理しなくていいけど、でもね、あ、グリップするなっていう感覚になったらいい練習。グリップはしてない。グリップはしてないか。まあ、でもまあ最終的にね、最後の方はレコードラインとか乾いてきたので、まあ、最終的に膝すって走って、まあ、それでも今日は思いっきりタイムアタックはできなかったんですけど、まあ、どんなコンディションでも転ばずに走るっていう、レースになったら今日雨だから、リタイアしますとかないんで。だってモテキ降るかもしれない。そう、まあ、そういうね、そんなレース当日雨降ってるんでリタイアしますなんてそんなもったいないことできないので、はい、そういう気持ちで走行会も、まあ、今日は走ることができました。はい、はい、お疲れさんでした。いい練習になりました。はい、はい、小鳥ちゃんの、ね、最終戦は何日だっけ、はい、11月の8日8に予選で9日に決勝の予定です、はい、そうだよね、それまでにもう1回でもモテギは走りたいんだっけ。そう、ね、もう1回でもね、来月は MotoGP あるから全然スポンサーがない。ないんだ、なんてこった。あとね、小鳥ちゃんのスポンサー最終戦ですけどね、まだちょっとね募集してますよ。もうねほぼほぼ全部使い果たした。もう最終戦はねロジクだね。自走にロジク。なんでよ、車中泊って言ってよせめて。でもね、ほんとそんな感じになる方、ぜひねサポートはね、こちらの方のリンクの方で、概要欄の方にね、もしよかったらスポンサーとね、はい、何人かもしていただいてるんでね、はい、いやもう多くの方にいて、もう私この今年のね活動をスタートさせた時、本当にもう自分の自費でやる覚悟で、もう今年はレースやるってもう決めてはいたのでやったんですけど、まあ、応援してくれる方がいるおかげで、ただやっぱり鈴鹿に行ったりとかね、遠征費が本当に、遠征費とまあ、マシンとかの消耗品とかなので、まあ、最後モテギの最終戦走るってなると、幸いまだ転倒はしてないのでね、大きな損害が出てないだけまだいいんですけど、はい、スポンサー募集概要欄にあるとともに、小鳥ちゃん最終戦応援ツーリング、はい、マーサちゃんが来てくれます。はい、ツーリングだけでも行くとかね、はい、縮小会だっけ。縮小会って何、勝ってる前提なんですか。決まってないのに縮小会、お疲れ様会って言ってください。お疲れ様会をやるんで、ぜひそちらの方もね応援に来ていただいて、はい、小鳥ちゃんの最終戦頑張ってくれると思う。プレッシャーに感じなくていいよ。だけどね、こうやった日々の練習の成果がねちゃんと出ると思うよ。はい、みんなに応援してもらえると、はい、まあプレッシャーがないわけではないですけど、でもそれを糧に、皆さんの応援を糧に、頑張れると思うので、ぜひ皆さん、スポンサー募集応援しよろしくお願いします。あとはマーサちゃんのツーリングで一緒にモテギに来てくれると嬉しいです。それでは皆さん、今日のところはこの辺です。さよなら。今日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいねと思った方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ただいま NSTV ではチャレンジ女子アナ男子キャスターを募集しております。動画の制作スタッフも募集しておりますので、詳しくは動画の詳細欄をご覧ください。